はい、こんにちは。今日百花台公園に行きましたらね、たまたま国民高校のサッカー部が練習をしてました。突撃でちょっとインタビューをやってきました。国民高校サッカー部監督の木藤健太です。国民高校33回卒業生です。よろしくお願いします。スタッフの田上渉です。34回卒業です。はい、よろしくお願いします。スタッフの上田ひゅうまです。46回卒業です。国民高校の紹介ということで、今国民高校がどういう状況なのかっていうのをちょっとこうスタッフで話しながら、お伝えできればなと思うんですけれども、今国見高校部員が4月から90名体制でやっていくというような形で、昨年、9年ぶりに、高校サッカー選手権の県大会、決勝まで、目標の全国っていうところには届かなかったんですけれども、今までこう準々決勝、それから準決勝っていうその壁を一つ越えて決勝まで行けたっていうのはチームとしてこう大きかったのかなと。本当に全国っていうのがあと一歩まだ足りないんですけども、少しそこがこう見えてきたかなと思ってます。それから目標にしてたプリンスリーグの昇格ということを達成することができました。プリンスリーグを戦う中で、九州の強豪のチームに揉まれながら、また力をつけていきたいなと思ってます。今スタッフが2人、2名いるんですけども、今どういう状況なのか、昔の国見高校と比べてもそうですし、田上は大久保嘉人と同い年で、三冠達成した時のキャプテン、そういう目から OB 目線から見て今の国見高校はどうでしょうか。良くも悪くもちょっと真面目すぎるかなっていうのはちょっと感じました。あとおとなしい、練習もやっぱりなかなか声が静かだし、殻を破っていかないといけないから。一番ヒューマーが声でかいもん。そうですね。これ一番声出してます。体と。はい。体これだけです。体と。いやでもこれだけしかないですよ、このパワーは。ヒューマーの代、今20何歳だっけ？29歳。29歳。ちょうど小宮先生がいなくなって、いなくなる時の代だよね。はい。滝上先生が来てっていう、こう国見が移り変わっていく時代を経験した中で、どうやったの、その辺りの国見高校。まとまりはなかったですね。チーム的に、やっぱスタッフも2回やっぱ変わってるんで、小宮先生抜けて、滝上先生になって、内田さんになったんで、スタッフが変わってなかなか自分たちもまとまりがなくて、全国で全部負けました。全部負けたんだっけ？全部日大に。それ何年前なの？選手権出場記録が止まった時なの？止まった時は1個上ですね。1個上。1個で誰がいた？山村さんとか。山村が行った時に11年ぐらいですか？11年前ぐらいか。いや、メンバーは相当いいですよ。その後出たよね、2回。僕の1個下と2個下は出ました、連続で。そうね。でそこから9年、9年、更新中やね。どうなの、例えばもう今よく言われてる田貫山を走らせるとかいうのは。たまに走らせる。たまに走ることあります。ただ、もうご時世なんですけど、これはやっぱり地域の方から邪魔とか危ないとか、そういう声が必ず学校に連絡が来るんですよ、ね。昔が来てたのかどうかはわからないんですけど。僕、おじいちゃんとかおばあちゃんとかに見られると、
やっぱ走らせんばねって言いますね。ああ。最近見らんもんねって。確かに。昔の人は。昔はよく走ってて、地域の人も、サボってるの、情報がこう入ってきてたもんね。そうそうそう。この人はここでサボってるよとか、うちの軽トラに乗ってきたよとか。そうですね。そういうのは、まあ今でもそういう地域の方からいろいろとこう見て、うんうん、例えば去年あったのが、コンビニに国見高校のサッカー部がもうたむろしてると、うん、でいつから不良になったんだ、うん、いやコンビニに不良なんだっていう、まあそれぐらいもうやっぱり、あ、そうね、はい、地域の方から見られてるので、うん、やっぱりそれはまあ例えばそのコンビニに行って携帯電話をの、うん、Wi-Fi が飛ぶ環境がある、そこに持って行ってとか、だからそういうのをやっぱり教えていただいたりとか、うんうんうん、もうやっぱり学校にも連絡来ますし、お、あれはありましたね、フェリー乗り場に、うん、なんかサッカー部がやたら集結してるっていう苦情が来て、うんうん、でそれを親何してるんかって聞いたら、ポケモンボーあるじゃないですかのレアキャラが あそこのフェリー乗り場に出て集結するらしいんですよ。それはみんなで倒さないとゲットできないらしくて、あ、そういうこと、まあそんな可愛い感じのあれですよね。でみんなで倒しに行ってたって。したら苦情が来たって。サッカーで相手を倒してほしいね。そうですね、はあ、そういうところはありますね。面白いな。まあでも今度1回はね、あと国見のスタッフは今ですね、トータル9名います。9名、はい、皆さん OB、 ほぼ OB もいれば、マイクとか奈良崎とかですね。ほほほほほほ。あとは北陽とかそういう外、まあそういうところからこっちに来てくれてる。